科の学生全員前へ来いよ。やっぱり本質的に音楽っていうのは楽しいなと、とかくやっぱりプロを目指す人間苦しくなってきます。でもやはりどっかで楽しめるというもののそのこう踏ん張れる心の強さみたいなものをあそこの場所でみんなに養ってもらえればいいかな。すごい面白かった。それで例によってまた最後のさ彼女のレッスンはもうこれ僕から見てくださいっていうのも恥ずかしいけどさ、でも必見ですね。いやでも確かに音変わったからよかったですね。あれ多分これが今日最後のね、あなたの演奏オーケストラと一緒に触れる最後の機会です。一番最後の締めで卒業試験が終わって彼女はまあそうだから、あれ卒業試験の後に合同練習になって、で最後の最後に想像でいいや、男性のさ胸の中に自分がはーって入り込むってことちょっと想像したことある？お前俺をにやけて見るってことバカにしてるのかお前。そのまま出だしなんだよ。好きな男性の名前とか想像でいいや、何が好き？ひろしとかいろいろあるだろ、健一さんとか。名前は何でも。淳之介とか幸男とか。今日幸男先生いらっしゃるから幸男さんってちょっと言ってごらん。幸男さん、なかなかいいね。幸男って言ってごらん。もうやめてよ。いいから、いいじゃないの、たまには。はい、じゃあ幸男さんって言いながらラララって入ってくる。それでうまくいかなかったらどうすんのよ。4年間の中で彼女に最後伝えたいこと、託したいことっていうのはあの二楽章の幸男。これをお前がどれぐらい表現できるかでまた新しい加奈子の世界があの指揮者になった時よ。これを躊躇なしに幸男さんって演技ができなければやっぱりもう一つ殻を破ることはできない。あれを最後にみんなの前でちょっと緩いのってんでしょ。幸男ってどうぞご覧ください。1、2、幸男ってあらあらあらっていくんだよ。はい、喋るよ。幸男、おいい。もう一回幸男って言うの。幸男。うまくいくじゃないやっぱり。幸男、うまい、うまい、そう、素晴らしい。どうして逃げるの私から。浮気でもしたの？浮気したのよっつってブワー。目が覚めたわ。幸男、そう、なかなかいい。もう一回幸男、幸男、そう。薄暗い影、怪しい。裏切ったわね。あ、まあ、早かったか。こんなに愛してたのに。そう。面白いレッスン風景見させていただいて、あんな幸男の活用法があるとは。もう俺がさ次あの曲振る時どうさ、なんか頭の中になっちゃう。せっかく幸男が来てんだったら幸男って言わないと意味ないでしょ。楽しかったね、幸男の番組だし。でもまたでもぜひね、またちょっといろんな話をしたいんで。広上さん、あの今後のご予定は？あの演奏会とか云々もありがたいことなんですけど、
大したことないよ。何がですか。やっぱり年取ってくるとずいぶんいろんな人たち助けられてきたなっていうのを心からやっぱり思えるようになりました。それと同時に自分はそれほどのものでないというのも心から、これはもう嫌味に聞こえないように僕は言いたい、本当に思う。で思った時に少しでもほんのちょっとでも100のうちね、指揮者は98は自分のこと考えてればいいのよ。だけど 2% は誰かや何かのためになりたいと思うエネルギーが持てるような指揮者になれば多分素晴らしい指揮者になります。ところが今世界中を見てると120てめえのことしか考えてない。でそうなるとオーケストラかわいそう、あるいは国民はかわいそう、あるいは学生はかわいそう。だけどみんなでこうやって助け合うっていうことをほんのちょっとみんなが思えばものすごい力になるなということには気がついたのね。だからこれをぜひ、社長も若い指揮者に啓蒙してもらって、で自分はやっぱり大したものじゃなかったということを心から思うので、それを大事にしながら教育活動なり、あるいはまあ寄席としてこうやって楽しい話をしたりできれば、ね、いろいろ、あと週刊官兵衛って YouTube でね、もうすっごい面白い話いっぱいされてる。3月も終わりますけどね、これは、まあ、でもアーカイブで見れますね。そうですね、はい、割と学校の中のいろんな思いをちょっと赤裸々に語ってるの、面白い方はご覧になって、はい、面白そうだなと思ったらご覧になってくださるといいかもしれない。というわけでぜひこれからもよろしくお願いします。楽しかったです。ありがとうございました。